こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。名声オペラ、好スタートを切りました。セカンドフロンティア、この馬も好スタートを切りました。フリーハウス、前に行きそうです。バブルトワイニング、それに続いています。さらにはオーサムアゲイン、12番シェーンランサム、その後ろサドンダンジグ、後方から、では前の方から見てみましょう。名声オペラ先手を取りました。すぐ後ろにフリーハウス、さらにはバブルトワイニング、その隣にウィンドプレジャー、オーサムアゲイン、そのうちに続いています。その後ろにセカンドフロンティア、その隣にスキップアウェイ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から。先手を取ったのは名声オペラ、フリーハウス、この馬もこのグループ。これに続いてオーサムアゲイン、並んで8番バブルトワイニング、すぐ後ろにセカンドフロンティア。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から。先頭は依然として名声オペラ、フリーハウス、ほとんど差がありません。バブルトワイニング3番手。さあ名声オペラ、このまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は名声オペラ、フリーハウス、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。名声オペラ先頭、あと 200m、 名声オペラ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。一気にオーサムアゲイン、オーサムアゲイン、オーサムアゲイン、1着、2着にはどうやら名声オペラ、勝ったのはオーサムアゲイン、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。アライドフォーシズ、前に行きそうです。アロマリーグ、それに続いています。さらにはエイコンカラプト、2番河内大王、その後ろシャイニングソング、どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭から。なんと先頭は河内大王、これには場内からも歓声が上がります。その外にアライドフォーシズ、その外からアロマリーグ、その外にエイコンカラプト、パレスマスク、そのうちに続いています。内からはハイランドルック、クロスグレイン、そのうちに続いています。その外にウィナーズキルデア、ムービージュピタ、すぐ後ろ、その外にハードディード。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭に戻りましょう。先頭はなんとなんと河内大王、場内も大歓声。これに続くのがフェアリークリスタル、内からはアライドフォーシズ、その外からインティカブ、内からはクロスグレイン。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。河内大王先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はアライドフォーシズ、残り 200m、 河内大王先頭だ。必死に追う河内大王、2番手はシャイニングソング、河内大王1着、河内大王完勝、河内大王1着、2着はシャイニングソング。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。河内大王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。コースタートを決めたのはアマリスク、グリーリーシンガー。ちょっとタイミングが合いません。レガシーウィーナー前に行きそうです。アマリスク、それに続いています。さらにはアグネスワールド、6番サマーアリーナ、その後ろフェアリーキングプローン、後ろからになりそうです。それでは先頭からレガシーウィーナー先手を取りました。その外からブレイズウェザー、内からはサラトガジュピター、その外からファントムマター、アグネスワールド後位をキープ。アマリスク、そのうちに続いています。その外にカナディアンバード、ミュージックエイブル、そのうちに続いています。すぐ後ろにサマーアリーナ、ノーソード、そのうちに続いています。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はアグネスワールド。残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はアマリスク、完璧です。圧倒的な強さを見せましたアグネスワールド。1着、2着はアマリスク。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アグネスワールド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フラッシュフォックス、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフラッシュフォックス、花に立ちます。その後ろからはキングオブキングス、この馬も上がっていく構えです。さらにはセカンドエンパイア、6番グラスワンダー、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはキングオブキングス、ウィッシュロック、そのうちに続いています。その外にフラッシュフォックス、タイムリーメール、そのうちに続いています。並んで12番ビクトリーブランド、ビクトリーノート、この馬もこのグループ、グラスワンダー、いい位置です。先頭に戻りましょう。セカンドエンパイア先手を取りました。その外からキングオブキングス、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はセカンドエンパイア、キングオブキングス、ほとんど差がありません。グラスワンダー、いい位置です。さあここからどうか。セカンドエンパイア先頭、差はほとんどありません。2番手はキングオブキングス、追いすがる。やはりグラスワンダー先頭だ。グラスワンダー頑張る。ここで先頭変わりました。先頭はグラスワンダー、グラスワンダー先頭、グラスワンダー先頭。2番手はセカンドエンパイア、グラスワンダー1着、グラスワンダー完勝。グラスワンダー1着、2着はビクトリーノート、グラスワンダー見事な勝利。そしてヨーロッパボバマイル3冠を達成しました。まさに歴史的名馬の誕生です。
こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはアロハピーク、シーゲイト。この馬も好スタートを切りました。マーベラスサンデー前に行きそうです。シーゲイト、それに続いています。さらにはアロハピーク、12番ビッグドリーム、その後ろ。もう一度先頭から、では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはシーゲイト、2番手に5番マーベラスサンデー、その外にプラウドリーフ、その隣にビッグドリーム、内からはバーボンアムール、さらにはアロママイヤー、その隣にオフサイドトラップ、その横にアロハピーク、ジム&トニック。この馬もこのグループ。すぐ隣にエアエクスプレス、その外にゴルジア、マジカルアベニュー、そのうちに続いています。その隣にアマングメ、その横にケープサンダー、タレンティドデライト。この馬もこのグループ。しんがりからランドキルデ、1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。前はシーゲイト、まだ粘っています。プラウドリーフ、ほとんど差がありません。ビッグドリーム、3番手マーベラスサンデー、いい位置。果たして先頭を捉えるか。ここで先頭変わりました。先頭はプラウドリーフ、マーベラスサンデー先頭、2番手はプラウドリーフ、追いすがる。やはりマーベラスサンデー先頭だ。残り 200m、 マーベラスサンデー先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。アマングメン迫る。やはり強い。マーベラスサンデー、マーベラスサンデー、マーベラスサンデー。1着、2着にはどうやらアマングメン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。マーベラスサンデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。アローギャル前に行きそうです。オータムバースト、それに続いています。さらにはサクセスボール、15番トロットインディー、その後ろ。もう一度先頭から、先手を取ったのはダブルトリガー、アローギャル、すぐ後ろ。その外にオータムバースト、ハードジャーニー、そのうちに続いています。その外にトロットインディー、ピンクの帽子、メジロブライト、いい位置につけました。内からはワンダフルムーン、シネマジョーブ、そのうちに続いています。内からはゴールデンバトラー、黒の帽子、カイフタラ、その後ろ。その外にビーマイトゥルース、並んで10番シンフォニアヘッド、ウィンドロンリー、それに続きます。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番ダブルトリガー、依然として先頭。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。スムースアメジスト、先手を取りました。これに続くのがオータムバースト、並んで6番ダブルトリガー、アローギャル、すぐ後ろ。その隣にハードジャーニー、その外からサクセスボール、青の帽子、ワンダフルムーン、その後ろ。その外からトロットインディー、メジロブライト、後ろからゴールデンバトル、そのうちに続いています。その隣にシネマジョーブ、その横にカイフタラ、その外にビーマイトゥルース、さらにはシンフォニアヘッド、並んで1番サンフォードアクティブ、しんがりからウィンドロンリー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から、13番スムースアメジスト、依然として先頭。リードは1馬身から2馬身。これに続くのがダブルトリガー。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはスムースアメジスト、ダブルトリガー、それに続いています。すぐ後ろにオータムバースト、その隣にアローギャル、すぐ後ろにハードジャーニー、さらにはサクセスボール、その隣にワンダフルムーン、メジロブライト、いい位置です。
ピンクの帽子、トロットインディー、その後ろゴールデンバトラー、そのうちに続いています。その外にシネマジョーブ、黒の帽子カイフタラ、その後ろその外にビーマイトゥルース、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはスムースアメジスト、これに続いてダブルトリガー、すぐ後ろにオータムバースト、その隣にアローギャル、すぐ後ろにハードジャーニー、さらにはサクセスボール、その隣にワンダフルムーン、ピンクの帽子メジロブライト、いい位置につけました。ピンクの帽子トロットインディー、その後ろシネマジョーブ、すぐ後ろその外にビーマイトゥルース、カイフタラ、そのうちに続いています。その後ろにシンフォニアヘッド、さあ先頭はまだ13番スムースアメジスト、2番手はダブルトリガー、オータムバースト、3番手大外からピンクの帽子メジロブライト、伸びてきたスムースアメジスト先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はダブルトリガー、先頭を捉えるか、さあメジロブライト一気に来た、ここで先頭に立ったダブルトリガー、残り 200m、 メジロブライト伸びてきた、一気に捉えるか、カイフタラ、カイフタラ抜けた、2番手はメジロブライト、カイフタラ1着、カイフタラ完勝、カイフタラ1着、2着はメジロブライト、勝ったのはカイフタラ、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。ストロングプレス前に行きそうです。マジックジョージ、それに続いています。さらにはタイムトゥマスク、4番パッシングクライシス、その後ろバージニー、後ろからになりそうです。それでは先頭から、先手を取ったのはストロングプレス、内からはタシアントラベル、その外からマジックジョージ、その外にタイムトゥマスク、パッシングクライシス、そのうちに続いています。内からはパーシャンドロール、サンフォードディガー、そのうちに続いています。その外にブランドヒート、大気シャトル、後ろからになりました。その外にバージニー、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ストロングプレス先頭、差はほとんどない、残り 200m、 ストロングプレス先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。大気シャトルかわす、大気シャトルもう一伸び、先頭は大気シャトル、1着でゴール、大気シャトル1着、2着はストロングプレス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。大気シャトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。